やばいよ、だから昔韓国人が日本に出荷するキムチに唾入れてた。うわやべえな、半日だ。いろいろ入ってんだ、栄養たっぷりなんだよ、栄養が。辛ラーメンはね、呼吸も入ってるし、幼虫も入ってるし、体にいいんだから。やばい。あ、猫ちゃん、俺作るわ。寝てろよ。寝てていいんすか。寝てろ。寝てます。安静にしてろ。ナイス、ありがとう。これね、これね、あのこだわりがあるんですよ。あのこれ茹でるじゃないですか。いいの、いいの、茹でるじゃん。茹でた汁にあのスープ入れたくないのよ。別でやりたい。なぜかっていうと 油が浮いてくるのよ、余計な油が。そうで、こっちでまたスープ作る、スープ用のお湯を沸かしとくのよ。そう、これがダイエットの秘訣なんですよね。うん、あれ、これそういえばあれ、これラーメン入れる丼ってあったっけ。ないよな、あれ。どうしたらいいのこれ。丼ねえじゃんこれ。何で食うのこれ。鍋で。マジか。丼がないんだけど。嘘でしょ。これで食うしかないの。じゃあ一回これ茹でて、これ麺だけザルに開けて。ザルある、ザル。ザルある、どこにある。茶色い戸棚、ここ。ザル。あ、これ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 、これで、これで湯切りしてまた鍋に戻せばいいか。マジかよ。あ、来た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 。ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着け落ち着け。ちょっと待って待って、やばいやばい。ちょっと待って待って、落ち着け。ちょっと待って待って待って、落ち着け。やべやべ、ちょっと待って待って、これ入ってねえだろうな、ゴキブリとか。これ大丈夫か、これ入ってない、これ大丈夫。
大丈夫かこれ、幼虫いないこれ。いきます。茶羽がいた、ちょっと取れてくるから見てて。ちょっとほんで、箸で、まだかな。火弱める。OK。あふれない。一回あふれた。マジで。本当だ。あふれてるじゃん。やば。言ってよ。あふれてるじゃん一回。あ、お湯が多すぎる。いや、たくさんのお湯で入れ、あの、茹でないとダメなの。ぬるぬるがついちゃうから。ぬるぬるしちゃう。で、これさ、すごい黄色くなったのね、今茹でたんだけど。これでスープ作るやつはアホ。うん、体に悪いから。めんどくさがってこれでスープそのぶっ込んで食うやついるんだけど、アホです。汚ねえからお湯が。そう、油がすごい。これで油落とします。一回、そう、これダメよ。このまま食うやつはバカ、デブの素。すごい濁ってるから。茹で汁は茹で汁、スープはスープで作んないとダメだから。そう、足ないから、お湯が。もうダイエットしてるからね、俺。あ、いい感じかな、そろそろ。もうちょいかな。うん。野菜はね、どうだろう。買ってきてくれてれば。あるね、もやし。もやしちょっと入れようか。一緒に茹でちゃう。ちょっと軽く茹でちゃう。軽く茹でて、でこのお湯を捨てればいい。ここに軽くね、軽く火を通す。そう、でこれ湯切りするから。
軽く火を通してあげる。そうするともやしがプクって膨れてくるからいい感じになる、シャキシャキになるから。これ茹ですぎちゃダメだよ、もやしは。軽く火通すぐらいでいいから。そう、危ない危ない。で、ここで湯切りしますから。で、これちょっと置いとくから。で、これちょっと軽く洗って、軽く洗う、油落とす。で、ここにスープ作る。丼がないんで、今回こっちで食べます。こっちで。そう。こっちで。こっちで作ります。これが今回食べる丼。今沸かしてるから。それでここでウェイパーを入れるわけよ。あれ、ウェイパーどこだ。下、どこだ。あ、これか。これ味の決め手です。これウェイパー、これとこれコラボします。これがめちゃくちゃうまいんですよ。こいつとこいつが。ウェイパー入れます。で、お湯ができたのでスープ作ります。こんなもんかな。あんま入れすぎちゃうと薄くなっちゃうんで、で、これね、これ入れます。これだけだとまずいのよ、辛ラーメンって。これだけで食う人いるんだけど、で、僕はね、このウィーパーを入れるんですよ、これ入れると、めちゃくちゃうまくなるから、辛ラーメンが。これこだわり、僕の。こんぐらいかな、こんぐらい。これ溶いてもらうだけ。これでないと、もう逆に俺食えないんだよ、もう辛ラーメンまずくて。で、ちょっと沸騰させてもいい。ちょっと熱くして、それで火薬入れます。そしてこれですね、さっき湯切りしたやつ、もやしと麺入れます。これでちょっと湯だったら終わり。これが誠治流辛ラーメンです。これで終わり。美味しそうでしょ。もやしも入って、これめちゃくちゃうまいから。辛いけどね、ちょっと最初慣れてくれば辛くないんだけど、食ってないブランクあるじゃない。これだいぶ辛いと思う、多分。めちゃくちゃ辛いよ。
じゃあ行きますか。